じゃあ次行くよ。A separate branch of service for special activities, Unit 50654 is designed to build a network of illegals operating under what Russia called full legalization, the ability to pass muster even under close security from a foreign spy agency. これはあの、特別活動のサービスというこのあの特別なんていうか訳書いてないけど特別活動のサービススパイカーサービスの個別のブランチ部局であるユニット54654はあのイリーガルズ不法 の, あのオペレーティング業務のネットワークを作るために設計されている。でそれはロシアがフルリガライゼーション、ロシアが完全な合法化と呼んでいるところ の, あの不法な業務ネットワークを作る。だからフルリーガライゼーションというのはロシアが呼んでるんだよね。だから完全な合法化というか本当はそうじゃなくて何かというとその横棒を書いたけどあのパスマスターというのはあの検閲を通るあの、外国のスパイ機関からクローズセクスクルスクルーティに密接した精査の下でさえ密接したというのはあの、細かい精査の下でさえあの検閲を通る力アビリティをそのロシアはフルリーガライゼーションと呼んでんだよね。だから完全な合法性、だから要するにそのスパイがあの見破られないようにする機関のことをこの54654って言ってるわけね。でイリーガルズってのはさっき前出てきたと一緒、あの非合法ね。それで It recruits contractors through front companies keeping their name and details out of government records and embeds its officers in ministries and related to defense or in private company. ここの意味は？このユニット54654は、なんだこのフロントカンパニーズっていうのは建前の会社？違う、全面の企業。全面の企業を通じて契約者を採用していると。で、このコントラクターズは、契約者たちの名前と、詳細、政府の情報からを、彼らは名前と政府からの、政府の持っている情報からの詳細を保った。そうじゃない。Keep out of government records. Keep their names and details out of government records. ああ、名前と詳細を、待って、日本語が難しいの。名前と詳細を、out of government records の状態になってるってことですよね。だから、政府の記録から抹消し、あ、抹消か、はいはい、抹消し、そしてこのユニット54654はその諜報員たちをプライベートカンパニーあるいはディフェンス国防に関係しない省庁に引き込ませている。あ、そうその通り。ザ・グール、プライベートえ民間会社ってことですよね。あ、そう民間会社とかさ、はい、国防に関係しない部門に盛り込ませている。ね、はい。ザ・グール has also targeted foreign students studying at Russian universities paying stipends to students from the Balkans, Africa and elsewhere in the developing world. で、このグールはまたね、
外国の学生をターゲットにしていて、ロシアの大学で勉強している学生ね。で、彼らに奨学金、バルカンとかアフリカとかその他の地域から来た学生に奨学金をやってる。で、インターデベロップメントワールド、発展途上国のどこにでも。いいね。すごいですね。スパイってそういうふうに、うん、なんか、なるんですね。だから、それだから、ロシアのウクライナ戦争からこういうこと始めたんだよね、彼ら。うん。だから、西側諸国にバレないように、名前の知れてない体制を作り直してるって、ここで言ってんだよ。はいはい。ね、だフルリーガライゼーションというのはそういう意味で、うん、分からないように隠してやってると。